東急5000系電車長野電鉄2500系、電車現役時の2500系長野電鉄2500系電車は、かつて長野電鉄に在籍した通勤系電車である。本校では3両編成版である2600系についても記述する。1981年に長野線、長野善光寺下妻が地下化される際、 AA 基準に適合する車両が大量に必要になったため、1977年から1985年にかけて東京急行電鉄より5000系2両編成10本、3両、編成3本の計29両を譲り受けた。東急では自社の車両運用の関係から3000系を譲渡する方向であったが、 長野電鉄の強い要請や長野県経済の要所にある長野東急百貨店の口添えもあって5000系の譲渡が実現した。最初に1977年1月25日に東急からの借り入れ扱いとしても、派2601区派2551の2両が入選し、1月29日から試運転や乗務実習を行った後、2月9日より営業を、 開始している。この時に入線した車両は、後に、正規の編成である T1 編成並びに C1 編成へと組み込まれている。村山駅付近を走る2553ほか2500系側面導入に際しての改造は、長津田車両工場で実施された。主な改造内容を一家に記す。東急5000系は、上都に伴い各社向けに合わせた。 様々な改造が行われたが、微刀、軽的の移設は、この長野電鉄の事例のみである。導入後は、編成量数によって、車両番号が区分され、2両編成が2500系、3両編成が2600系とそれぞれ区分された。なお、長野電鉄への譲渡にあたって、東急5000系の制御尺派5150型が、全車とも譲渡されたが、 二両編成の所要本数が10本であったのに対して区派5150型は5両のみしか存在しなかったため残り5編成分の制御者は制御伝導者で派5000型に対して伝送解除制御車化改造を実施して重当したまた当初の譲渡計画では二両編成が7本と三両編成が4本が譲渡される予定であった東急時代は 緑色の塗装から青ガエルの愛称で親しまれていたが、長野電鉄へ入線するにあたり、同社の従来車に準じた、ファーストレッドとストロクリームのツートンカラーに塗り替えられ、赤ガエルの愛称で親しまれた。上渡直前の試運転では、クリーム色塗装のない文字通りの赤ガエルで東急線内を走行したこともある。1991年頃に、 塗り分けが変更され上部の赤帯が全面まで回るようになった。九百八十年代から九百九十年代にかけて長野電鉄の主力車として運用されてきたが、九百九十八年の長野オリンピック輸送に向けた車両保守の合理化を目的に、九百九十三年から低都高速度交通営団日比谷専用の3 0経営の置き換えを開始し、零経へ。 OS カーと共に、1998年までに、全車両が廃車された。長野電鉄2500系電車も、派2519派2560のみは、解体を免れ、長野県須坂市の長野県道58号長野、須坂インター線沿いにある、トレインギャラリー長野の駐車場内に展示されている。2002年頃まで、須坂駅に放置されていた。 モハ2600に、さは2652、モハ2612、ワレーけい OS カーや、モハ1500型とともに、長野電鉄公式サイトにて無償で譲渡することが、告知されていたが、結局譲渡先はなく品の川電液で、解体処分された。ありがとうございます。